坂井様。私の名は元宝。疲れた民を励まそうと努めております。良い心がけだな。菰田の浜で亡くなったお侍様たちを忘れないためには言葉だけでは足りません。そこで武家の家紋が入った旗から勇気を授かり、猛虎に屈してはならないと皆に伝えようと考えております。旗はお持ちですか？ちょうど今足立家について記された巻物を読んでいたところです。初代は対馬の始祖と呼ばれてたそうですが、そのいわれはご存知ですか？島中にある篝火台と有明の小金寺を建てたからだな。叔父上の城の守りを強くする際は足立殿も手を貸してくださったらしい。建物の弱みを見つける際もあり、槍川の反乱の折も尽力された。さようなことが。教えてくださり恩に来ます。感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。他の武家の旗がありましたらお持ちいただけるでしょうか？猛虎の武器にも負けません。もう鍛えられません。礼を言う。
る。レンダーだぞ。サムライアーガーガッチュッ。Dodge off!
Thank you.
いい子だ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。立ち抜け。あつちょくさ。続しちょきな。ほうぞくちの悪とつな侍。うわせん、내게못했어。응？せん、내게못했어。せん、내게못했어。あ、あ、うわ。
말지. 준저 해자오 드디어 You die! たちの鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。はい、アルボ、やってみよう。せっ내기 좀 하라. まずは奴らを。お侍、この縄を切ってくだされ。動くな。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。
Тэд эннээс мултар чадахгүй. Ямар нэг юм аа. Зэг бари. Атчихсан. Дошо! だけ辛抱してくれ。恩に来ます。 馬が歩かなくなれば俺は蹴る。お前が動かなくなれば俺は蹴る。 安心するな、行け。
Just ready. Just Betty! Then they get ません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。村尾様、どこかの家に引きずられていきました。手遅れになる前にどうか。
だより村やつら奉仕を。おいアルボー、ジプセケイベルボッショーボッショーボッショー。うわっ、あっ、うわっ、やつら奉仕を。おい、アルボ、ハルツラ、どうしよう。サガイ様、よく来てくださった。ただよりの末裔に導かれた。何が？ただより公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、サガイ様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。ただよりの石碑だ。一人で倒せる。Shit!
手が来るぞ。無事か？はい、社会様。再来かと思いました。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さて、そろそろ出立いたします。少々手荒だが使えそうだ。Yeah.